お久しぶりです。と言っても4日ぶりぐらいでしょうか。少し動画を更新していなかったんですが、それには理由があります。手続きを間違ってしまいまして、完全にこれ自分の見落としなんですが、2万5千を失ってしまいました。どうしてだよ。お金持ちだったら別にいいと思うんですけど、貧乏人の僕にとってはね、この額めちゃくちゃ太いんですよね。それがショックでショックでしばらくね、寝込んでましたよ。実のところはワクチン打って、その副反応が結構出たんでね、だんだん回数重ねるごとに副反応が出てくるようになってね、それもあってしばらくね、動画を収録編集できるような、状態ではなかったんですよね。で、もう失ってしまったものは仕方がないということで、これはですね、カメラのレンタル料金になってくるんですが、1ヶ月ごとの更新なんですよね。で、OM1 借りてそれで終わろうと思ってたんですけど、切るの忘れちゃって、そのまんま過ぎちゃったと。で、カメラだけは返しちゃってですね、このまんまだとお金を単に失って終わりと、それはさすがに悔しすぎる。悔しすぎるんで、別のカメラレンタルすることにしました。で、同じものをずーっとになってしまうと、結局ね、買った方が安かったよね、ちゃんちゃんっていう感じになってしまうんで、いろいろ物色した結果、こちら、キヤノンの EOS RA ですね、レンタルしましたよ。これに関しては、もう購入するのすら困難になってますからね。調べてみると、なかなか中古でも出てないですし、で、新品はもう販売をやめてしまったのかな。とにかくですね、どこに行ってもないんですよね。で、オークションとかでも、ごくたまーに出品されるみたいなんですけど、もうその頻度がですね、3、4ヶ月に1回とか、それ以下くらいなんですよね。そんな入手が非常に困難な EOS RA レンタルだったら使う機会を得ることができるというわけで、手違いではありますけど、ただで転ぶわけにはいかんだろうというわけで、この度ですね、借りてみることにしました。で、このカメラ登場したのもう2、3年前ぐらいになりますかね。で、当時ですね、キヤノンの天体専用カメラが復活するのかとは思ったんですが、すでにこのような D810A というニコンの天体専用カメラを持っていたということ、さらにはちょうどですね、モノクロ冷却 CCD もやり始めていたので、今すぐ買わなくてもいいかなと思って見送っていたんですが、そうこうするうちにですね、なかなか買うことすら難しくなってしまいましたね。どっかでこちらとサイドバイサイドで比較してみたいなと思ったんですが、何回も言いますけど、手違いなんですが、この度その機会を得ることができましたんで、ぼちぼちですね、やっていこうかなと思います。最終的にはもちろん実写テストで確かめていく予定なんですが、一番重要なのはその写りの部分なんで、ただそれ以前にですね、明らかな違いってありますよね。まず EOS RA はフルサイズミラーレスなんで、途中にミラーという余計なものがない。規格としてもですね、マウント径がかなり大きいので、これは望遠鏡で撮影するときに余計な陰りとか周辺原光が生じにくくなるという点でメリットになるかなと思います。またフランジバックが短いので、途中いろいろとリングパーツでガチャガチャできるというメリットもありますね。さらにはですね、こうシャッター幕降りてますんで、電源オフの段階ではゴミが付着しにくいという点もいいかなと思ってます。これゴミがついてしまうとフラットが後で狂ってしまうとか、取り直さないといけないということが出てきますんで、他のミラーレスにもですね、こういう風になればいいのになと思ったりはしてますね。加えてですね、バリアングル液晶モニターということで、やっぱり天体撮影用のカメラとしてはモニター動いてくれた方が楽ですよね。最終的にこんな上を向くことがありますんで、下から見るとですね、首が痛くなっちゃうじゃないですか。その点バリアングルであれば、こうやってちょっと動かしてやればいいだけなんで、これは非常にユーティリティの面で大きいかなと思ってますね。
ちなみに EOS R をですね、こうやってじっくり触るの割と初めてなんですが、まあ、ちょっと言い方悪くなっちゃうかもしれないけど、若干安っぽいかなっていうところは改めて触ってみると感じちゃいますね。まあそれは最近 R5 とか R6 が出てきた影響もあるかもしれませんけど、まあ位置づけ的にもですね、それの一つ下になってくるのかな。まあそのあたりも影響してるのかもしれません。まあとはいえ、天体用なんで一番はですね、カメラとしての出来とかなんとかよりも写りの部分ですよ。ですぐにできることとして、まあ、撮影はさすがにいろいろと準備しないといけないんですけど、もうこうやってキャップをしてですね、長時間露光してみる、いわゆるダークですね。これはカメラの持つというか、まあセンサーの持つノイズを表しているものになるんですが、これが果たして一体どれぐらい違うのだろうということをですね、確かめてみましたんで、で本当は全く同じ条件で見ることができればよかったんですが、ちょっと手違いの部分もありますんで、そこのところをですね、差し引いて考えていただきたいんですが、というか最近こういったいろんなミスが多くてね、いかんなと思ってるんですけど、まあ、とにかくですね、ちょっと比較画像を撮ってみましたんで、今からご参考までにご覧いただければなというところです。それでは今からダーク画像の比較をやっていきます。これはボディキャップをして外から全く光がやってこない状況で撮影していますので、出てくる画像はご覧の通り真っ黒です。こちらが D810A、 そしてこちらが EOS RA なんですが、このサイズ、このレベルではその差は全くわからないと思います。昔のボディはこの段階でもアンプノイズというものが出ていたんですが、最近は全く見かけなくなりましたね。ちなみに撮影パラメータ若干ミスってしまったんですが、ニコンの方は ISO3200 で5分、一方でキャノンの方は ISO1600 で5分ということで、 ISO 感度を2倍ほど間違ってしまいました。まあその差を埋めるためにですね、現像時に D810A の方を露出 -1.0 にしたんですが、本当は撮影時に合わせるべきですね。まあ、そこのところは差し引いて考えていただきたいんですが、今からですね、このように思いっきりレベルを切り詰めた状態で、果たしてノイズがどのように見えるのかご覧いただこうと思います。まず D810A の方なんですが、このように全体的に青っぽく見えてきますね。本当はどこまで切り詰めていっても真っ黒な状態が望ましいんですが、まあ、これがいわゆるですね、ダークノイズというもので、ノイズがあるために全体に色がついてしまいます。一方でキャノンの方はこんな感じに映りました。まず色味が若干違いますね。同じ太陽光というホワイトバランスで撮っているんですが、ニコンの方が青っぽくて、よりですね、キャノンの方が緑が強めだなという印象です。ムラに関してはニコンの方が少ないなという感覚ですね。そして1点ほど気になるポイントがあるんですが、こういうシミ状のノイズ、これがね、RA の方だけ発生しているんですよ。原因がまだちょっとわからないんですが、本番の撮影では5分露光を、まあ、16回とか32回とか繰り返します。で、そうすることによって、だんだん熱ノイズというものも溜まってきますんで、そのあたりのチェックもしてみたんですが、画像をチェックしてみるとですね、後半の方になると、このシミの位置が変わっているんですよ。もちろん全体的なレベルも少し上がっているんですが、このシミが一体どこに原因があるんだろうということで、ちょっとわからないですね。まあ、何らかの明光かもしれませんけど、もしかしたら今後本撮影で悪さするかもしれないと、今気がかりになっているポイントですね。ただノイズレベル自体はですね、どちらもほぼ同じぐらいで、まあ、おそらくですね、大きな差っていうのは生じないんだろうけども、これが一体どこまで悪さするんだろうかっていうのは、ちょっとやってみないと今後わからないところが出てきましたね。てなわけで、まずはダークを比較してみたんですけど、まあ、それを見る限りですね、両者にそこまで大きな差はないなと思うんですが、RA の方だけポツポツと斑点のようなものが出ていまして、これが一体どこに起因するのかまだわかんないんですけど、多分ボディではなくてね、何らかの明光だとは思うんですけど、もう一回そのあたりは再調査してみようかなと思っているところです。まあ、ということで今回はですね、
手違いにより2万5千円失ってしまって、かなりですね、ショックを受けていたんですけど、まあ、ただで転ぶわけにはいかんだろうということで、この RA を借りてみました。これからちょうどゴールデンウィークがですね、新月期になるということで、これと望遠鏡で天体をね、撮っていこうかなと思ってます。ただし、一点ほど気がかりなところがあるんですが、長期予報がですね、あまり良くないんですよ。どっかで一晩だけでもいいから晴れてくれって願うしかないんですけど、で皆さんもですね、ぜひそういう風に祈っておいてください。まあ、祈ったところで無駄だとは思うんですけど、でも晴れてくれないと、ただただ2万5千失っちゃったっていう結果に終わってしまうんで、まあそれでね、周りは飯馬でネタになるかもしれませんけど、僕にとっては冗談じゃないということで、本当にお願いします。お天道様というところですね。それでは今日は動画をこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方、ありがとうございました。失礼します。さよなら。